馬クリューレスリーです。向こう正面に入りました。あとは3馬身、さあ内の3番ダンデスビュー、第2馬場が行って、さらには10番のバンクロック交代制、内1番アナザーリティックです。さらには半馬身、さあ後方にいます6番コンボーエミーズ、まとわり馬身、さあ後ろが3番手には外に7番ダンディスム、内側2番のアレックシェルブル、最後方は11番アンドルドクスター。さあ15号大先頭がオーカーブしています。逃げる4番エンオーシリウス、リードは半馬身、ユニコーンが4番2番手、あとはバリッド、中止回転5番シンコホール、ユニコーナーへ向かいます。外から仕掛けました6番コンボーエミーズ、その1個上がっていく。さらにその外から7番のダンディスム、第4コーナーオーカーブ直線コースに向かいました。最後に6番デビューが428キロ変わらず、
ビルコデルーの56キロで起床します。飲食の重要で争われます。京都競馬第11競走第48回エリザベス女王杯10番、発送まで申しばらくお待ちください。この件につきましては、後ほどパトロールビデオを投影します。